はい、ここは江戸城正門の大手門ですね。はい、正門の大手門、はいはい、あの今はね、うん、あの二重橋のところが皇居正門ですけども、はい、当時の江戸城の正門がこの大手門になります。蓬莱門をくぐってもらうとですね、うん、この枡形の中に入るんですけども、はい、まあさすが江戸城の正門です ね。この正面に見えるこの石垣がですね、はい、本当に立派なんですよ。大きなね、石がもう堂々とですね、切り込み萩で、作られて、まさにこの、はい、なんていうんですか、芸術作品といいますか、ね、そうですね、本当に芸術作品ですね、はい、この大きな石の積み上げでもってこの徳川幕府の権威を示すというね、正門というのはそういうもんですよね。はい、であの江戸城に限らず全国にいろいろとお城ありますけども、うん、はいはい、その正門を、まあ、大体大手門って言いますよね。あ、そうなんですか、ね、はい、ですからこの大手門はいろいろと立派な門たくさんある中でも、うん、まあ、最も格式が高く作られてますね。確かに。皇居東御苑ですけども、はい、いくつか入り口がありまして、ここは平川門ですね、はい、あ、平川門聞いたことがあります、はい、平川門は、はい、ちょうど北東の方向にあるので、うん、はい、まあ、皇居でいうところの鬼門に当たるわけですよ、うん、だからまあそれこそ病人が出たり神人が出たりの時に、うん、はい、この門から出されるという、まあ、いわば、まあ、不浄の門というね、そういう言い方をする場合もあります、はい、枡形門になっているので、うん、はい、ここも江戸城の防御の一つだということなんですね。蓬莱門とか、はい、一の門、はい、一の門を入るところですね、はい、そうですね、一の門はそんなに、まあ、って言っても大きいんですけどもね、その奥の門がさらに大きいですからね。そうですね、はい、確かにお堀を渡ってここを突破するのがまず大変ですね。突破したと思ったら左、どっちかの角度に右か左に曲がらないといけないですね。はい、これが、うん、渡り櫓門ですね、はい、はい、ここも綺麗な切り込みに入って、うん、そうですね、きちっとしてますね、はい、岩目も綺麗ですね、うん、まあ、この辺がやっぱり江戸城に直接入る三の丸に入る、ね、うん、門として、立派な作りになってますね、うん、で佇まいを直すという気持ちも引き締まりますね、はい、そうですね。はい、これは、富士見櫓ですね、はいはいはい、まあ、普通のお城だったらもう天守閣でもいいぐらいのサイズなんですけども、ね、はい、しっかり残ってますね。そうですね、これは現存してますね。富士山が見えるということで富士見櫓ぐらいの高さってことなんですね、はい、そうです。うん、これ上からでも眺められますのでね、はい、東御苑散策なさる方は上からもご覧いただけます。あ、そうなんですね、はい、あ、素晴らしいですね。ですからこの三の丸と、うん、一の丸本丸っていうのは、うん、これほど高低差があるっていうことですね。そうですね、はい、これは天守台なんですが、はいはい、本来であればこの上に天守閣が立っていたということですね、はい、実際に登ってみると結構高いんですよ、うん、でここからさらにね、何層もの建物が建ちますの で、ね、うん、上から見るとね東京の景色相当綺麗に見えると思うんですよね、まあ、ただ江戸時代のかなり早い段階で天守閣焼けちゃったんですね、はい、大火で、はいはい、で普通すぐ再建すると思うんですけども、うん、再建しなかったんですよ。あ、それはなぜ、むしろ天守閣を再建しなくていいというのが、うん、その徳川幕府の安定を象徴するという太平王子、はい、逆の発想なんですよね、うん、ですからもう江戸時代を通じてずっとこういう状況でしたね、うん、その一度焼けてからあとはもうずっとこういう状況ですね、うん、まあ、天守台しかないですけども、ね、うん、これが乗っかってたことをイメージしながらね見ていただくと、もうこれはもう天下の名城ですからね、江戸城はね、はい、この天守閣といったらまあすごい迫力があったと思うんですよね、はい、天守閣も再建したら面白いんじゃないかなと思うんですけどね。プランとかはなかったでしょうか。一応時々話題に上るんですけども、なかなか実行されないですよね。石もなんかピシッとして、あ、
そうですね、すごく綺麗に、またこのね、組み方もね、結局その横のラインが揃ってるでしょ。これまであの結構まだらなものが多かったですけども、そうですね、あの同じ、ね、石でも美しく積み上げるっていうことでしょうね。もし、まあ、正方形がもういっぱい、はい、そうですね、積み上がってる、天守閣なので、メインビルディング、そうですね、やっぱり立派なあの天守台を作らなきゃということでこれになったんだと思いますね。はい、四隅は特別大きい石が配置されてますよね。はい、長方形の大きな石が互い違いで組まれてまして、あ、本当そうですね、はい、これね、三義積みっていうんですけども、はい、これもあの江戸城周りのね、石垣もこの角の部分はこういう三義積みで積まれてますね。地震とか、あと重さにやられて角が一番この、負荷がかかるので、その四隅をがっちりと組み上げるっていうのが石垣を作る時のポイントみたいですね。はい、この緩やかな、ね、カーブを描いてますけども、はい、これあの石の台だけじゃなくて、この上に、ね、あの天守閣が乗るので相当の重量がかかるんですよね。はいはい、だからまっすぐだと力があの一箇所にかかっちゃうので、あ、はい、まあ、こういうふうに緩やかなカーブを描くことによって、はい、その重量に耐えるというね、そういう作り方になってますね。あとあの背の高い石垣もこういうような緩やかなカーブを描くように作ってますね。こういうところにも注目してみるとね、また一層面白いですね。はい、この天守台はね、ちゃんとスロープがあってね、上まで登れますからね。すごいですね、バリアフリーで、ここあの一の丸なんですけども、はい、まあ、江戸城の成長があったところで、それこそ松の廊下とか、はい、大広間とかあった、はい、そういうところなんですけど、まずここがすでにだいぶ高いんですよ。そうですね、はい、さっきの平川門に入ってからだいぶ坂道を登ってきたと思うんですけども、すで、はい、に高いので、はい、ここからさらに上がっていくわけですよ。だからこの上からの眺めは相当綺麗ですし、はい、これね、上に登る人ね、ぜいぜいはあはあ皆さんするんですけどもね、ちょっときついなと思ってもいい景色なので、ぜひ、ね、はい、登ってほしいと思います。はい、お、はい、一番上までね、来ましたけど、眺めがだいぶほら高いですね。通りの車がね、だいぶ低いところに、本当ですね、遠くに見えますけどね、あの門がすごく下に見えますね。はい、だから結構高いんですよ。今はね、もうちょっと周りのビルが高いので比較しちゃうと低いですけども、それでも当時はもう、当時はね、ないですもんね、はい、これ以上高いものないので、もうかなり広い範囲を見渡せたと思うんですよね。はい、お城の中に三の丸、二の丸、まあ、これ一の丸、まあ、本丸とも言いますけどね、はい、ここ今何も、ね、ない芝生ですけども、そうですね、ここにですね、江戸城の成長、まあ、現在でいうところの霞が関ですね、あ、政府の主要な建物がここに入ってたわけですよ。政治をここで行う、そうですね、政治がここで行われていたんですね。そして今これ手前の方が大奥ですね。あ、よく聞きますね、はい、多く、はい、要するにこの本丸の北半分はあの将軍の生活空間で、南半分は政庁があったところですね、はいはい、ですからあの、まあ、松の廊下といえばね、中心ぐらいで有名ですけども、 その松の廊下跡とか、案内もありますし、はい、あと大広間ですね、はい、があった場所なんですね。でその大奥よりもさらに北側にこの天守閣があるということですね。あ、もうじゃあ奥の奥の方、そうですね、ですかね。で、まあ、ここにあった建物を全部まとめて、まあ、本丸御殿というふうに言いますね。これ本当はね、私これ本丸御殿復元再建したらすごい観光資源になるんじゃないかなと。いや、本当そうですよね、はい、大広間とかね、そうなんです、松の廊下見たいですね、見たいです、大奥とか見たいです、